アジート・シングは、北インドのラージャスターン地方、マール・アール王国の君主1678年11月28日、父である、マール・アール王国の君主ジャスワント・シングが死亡した。皇帝アウラング・ゼーブは、彼が、死に際して、男子を残さなかったことを理由に、マール・アール王国の帝国直轄地下を宣言した。この帝国領直轄地下に関しては二つの理由があった。 一つは、王国で相続問題が発生した場合には、帝国は法と秩序を守るため帝国直轄地に編入し、その後皇帝によって選ばれた後継者が相続することとなっていた。もう一つは、ラージュプートの諸国は、ムガル帝国の貴族らと同様に多額の返済不能な負債を抱えており、またジャスワンとシングには、他のラージュプートの領土がジャーギールとして与えられていたため、 君主の不在を利用して騒動を起こすことを狙ったものであった。アウラングゼーブはまたこの命令を実行するために強力な軍勢を集め、アジュメールへと進軍させた。ジャスアントシングの筆頭王妃は、ジョードプルがラートール氏族のアタンであったことを理由に明け渡し、反対したが、結局は従わざるを得なかった。アウラングゼーブはラートール氏族の反乱を恐れ、 王国内の二つのパルガナーをジャスワントシングの遺族と支持者の整形に割り当てた。1679年1月、アウラングゼーブ率いるムナル帝国の軍勢がジョードプルへ入城した。帝国の官僚が王国全土に配置され、ジャスワントシングが所有していた隠し財産に対しては念入りな捜索が行われた。王国各地のヒンドゥー教寺院には破壊あるいは閉鎖の署名令が出された。 こうした中、1679年2月19日に、ジャスワント・シングの王妃の一人が王子を産み、アジート・シングと名付けられた。アジート・シング・アジート・シングの誕生は、マール・アール王国の住民に対して大きな影響を与え、おのずとその多い継承権を主張する運動が行われるようになった。だが、アウラング・ゼーブは、この継承を認めず、 王国の住民の意思に反して、デリーに帰還する前の6月にアジートシングの老い、インダルシングに王位を与えてしまった。インドラシングは、ジャスワントシングの兄アマルシングの孫にあたる人物である。アウラングゼーブのこの行動に関して、父、シャージャハーンがアマルシングの要求を無視して、ジャスワントシングに王位を与えたことが、大変不公正だったと議論があったことに動かされたか、あるいは、 未成年者に統治を行わせたくなかった、と歴史家サティシュ・チャンドラは語っている。アウラングゼーブはまた、アジート・シングがヒンドゥー教からイスラーム教に改修することで、ジョードプルを譲ろうとしたと申されるが、同時代の資料には、そのような事実は見出せない。アジート・シングは、その後、アーグラにいるアウラングゼーブの宮廷に施行した際、アウラングゼーブからマンサブを与えられた上で、 二つのパルガナーが引き続き、彼のジャーギールだと宣言された。アウラングゼーブは、アジートシングとインダルシングで、マール・アール王国を二分することを意図していた。だが、ドゥルガダースをはじめとする、マール・アール王国のサルダールらは国を二分することは、王国の最善の利益に反するとして、アウラングゼーブの妥協案を拒否した。アウラングゼーブはこれに起こり、アジート・シングやその母親をはじめとする、 ジャスワントシングの大平をヌールガル城に遊兵するように命令し、7月23日にそれは実行された。アウラングゼーブのこの行動にドゥルガダースラは驚かされたが、彼らは帝国軍と勇敢に戦い、アジートシングを取り戻した。そして彼らはジョードプルに帰還した後、人々の大変な歓喜を受け、8月2日にアジートシングの即位式を メヘラアンガル城で言った。8月4日、アウラングゼーブは、インガルシングを、ラートール氏族の貴族の間で不人気であったことを見て、無能だとして強制的に退位させた。だが、アジートシングアウラングゼーブに正当な王としては、認められず、詐称者だとして扱われた。また、アウラングゼーブは、アジートシングと、その支持者を追悼するために再び強力な軍勢を、集め、 アジュメールへと進軍した。だが、ここで、マールワール王国にメイワール王国が味方し、共同で帝国に対抗することとなった。ここに30年近く続く、第二次ムガルラアジプート戦争が幕を開けた。その後、マールワール王国は、メイワール王国が講和した後も抵抗し続け、1698年には、アジートシングは、マールワール王として認められた。だが、帝国は、 首都ジョードプルに対する支配を緩めることに関しては拒否し、この状況がアウラングゼーブが死ぬまで続いた。アジートシングと6人の息子1707年3月3日にアウラングゼーブが死ぬと同月12日にアジートシングはジョードプルを取り戻した。翌1708年2月24日、アジートシングはアウラングゼーブの息子で皇帝となっていたバハードゥルシャー一世と和解し、侵入した。 また、それと共に彼は、グジャラート大使にも任命された。1719年1月7日、アジートシングは、皇帝ムハンマドシャーランディーラーより、世襲の称号マハーラージャの称号を賜った。1724年6月24日、アジートシングは、アバイシングなど自らの息子らによって、メヘラアンガル城で殺害された。テンプレート、マールワール王国の君主。 ありがとうございます。